お疲れ様です。今日はですね、久々に自作デッキを紹介していこうと思います。というかこちらラバエルジャイディガーということで、またあの謎デッキをねちょっと作っちゃったので皆さんにね紹介していきます。まあなんか現環境強いカードをぶち込んだだけっすね。ぶち込んだのを、まあ、ラバとエルジャイに組み合わせてみたよっていうので、意外とてか結構強いです。はい、あのでこれエルジャイの枠でジャイでもやってたんですけど、はい、グラチャレ12勝とかもねバンバンできたんで、ちょっと皆さんにねやってほしいんですけど、まあたまにいるね、あの2枚デッキ、2枚主軸デッキっていうんですか、そのジャイホグみたいな、メガナイトジャイみたいな、うん、ジャイロイジャイみたいな、なんかそういった感じのね、はい、マルチジョイでもねロイジャイホグスパーキーみたいなのいますけど、まあそういった感じのデッキになってきます。さあちょっとこれね守りがねぼちぼちなんで、もう攻めに特化してるデッキなんで、まあ、オールブレイカーとかねちょっと許容しながらね、はい、まあ、許容というのは無視しながら形組んでいきます。でまあ基本的にはそのなんていうんですか、相手が施設どっちか使っ何か使ったら、まあ、どっちかが刺さるよねみたいな施設枯渇デッキですね。あマジで全然守らんやんと思われそう。ちょっともうちょっと守った方がいいです。実際のところもうちょっと守った方がいいです。はい、ちょっとおしゃれぶって刺したい。これあのめっちゃ相性いいやつなんですよ。だから防衛がやばい、寝ぼけてる。序盤の防衛ひどすぎんかって思われた方がいるんですけど、まあええんすよ、このデッキこっから強いんだね。このラバーとかにボムタワーとかを使ってくれたら、もうその瞬間にね、俺はもうハシマエリジャイするだけなんで、まあエリジャイ結構隠し玉だと思っといてください。あともうアーチャーにヤナメ打ってダメージ与えていきます。さあ、もうマイティーは安いけどね。正直。さあ、でもこのトリトンがね、意外とマイティー対策にはなってくるんで、しっかり引っ張って耐えていこう。これちょっと仕方ないんで、絶妙に負けそうじゃんって思った方いると思うんですけど、また勝てます。私はラバエリジャイです。相手ボムタワー全然使ってくんねえな。さあちょっとお互い破壊していく。お互いやばい。これ守れないんじゃないって。よし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 。やばい、限界、お互い限界、ギリギリの世界、それやばすぎる、ガチでドチンパンすぎるんですけど、これちょっと残してあげたいよな。とりあえず耐えて、耐えることが大事。ラバの処理相手できないんでね。さあ今度もちょっと耐えながら、とりあえず耐えてしまえばよ。あの後ろに隠れてるあれヤナメ打ちたいっすね。いやーボムタワーが強い。さあそのオールブレがちょっとうまいね。耐える、俺のマジ耐えるだけ、耐えればなんとかなるはず。耐えて耐えて耐えて、マジで耐えろ。いや痛すぎ。痛すぎ、痛すぎ、いやマジで絶望すぎる、絶望すぎるけど耐える。これラバの方が良かったかもしんない。いやでも耐える、耐えてし、耐えればいい。これ矢波打ってい
アーチャーだけ処して、なんとかなりそうじゃね。マジで全面戦争を起こします。耐える。いやマジでこのデッキ弱いじゃんってなりそうだけど、いやこれギリ耐えます。いやもっと綺麗にいけます本当は。まあでもまあまあまあ勝ったから許してほしい。いやこれもっと余裕です実際のとこ。序盤に1本上げちゃったのが良くないだけで、このデッキのね良さをねちょっともっと出していきたい。本当はラバとかにもね相手が施設をもっと出してくれるとね、エリジャーにパーンって決まるんですけども、ちょっと相手の高回転のねサイクルがうまかったな。ちょっとさあちょっとエレジャーはね隠し玉でいきたい。まあダクネとかね、なんかそういう相手がゴーレムとかだったら積極的に逆にエレジャーだけを出してラバを出さないというかね、なんか相手に有利なカードだけを出せばいいのよ。俺はラバデッキにもなれるしエリジャーデッキにもなれるわけなんで、相手に有利なデッキにね化けていきます。メタモンになっていきます。はい、さあ今回ジャイプリとかなのかな。あジャイプリっすね。まあジャイプリはぶっちゃけ超嫌だ。なぜならフェニックスやな雨で俺のラバは守られるし、ジャイプリプリで俺のエイジャイは守られるんですよ。だからジャイになってもラバになっても相性が悪いんですよねっていうやつなんで嫌ですね。でここはちょっとキング起動をするためになんか竹がバグってね、あめっちゃいいザップだけどミスってですね。さあ耐える。これちょっとやっとくか。さあ適当に耐えて、まあ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 、俺は耐えるしかできなさそうだな今回も。死ぬ気で守ります。ジャイプリプリ、まあエレジャイ蓋しつつかな。エレジャイで防衛するぐらいの感じっすよね。ラバマジ邪魔になってくんなおい。さっきの相手みたいなのねラバすごい活躍するんですけど、とりあえずね、まあ、言うてフェニックスとか強いからこのトリトンフェニックスで、お美おいしくね。これさ、いやマジでこういうねあるっすよね。で、エリジェも潜らして、おい。よしよし。いやー、待って。お前何やっとくしてんだよ。もうエレキやりたいけど。うわー、エレキやれないね、渋い。マジやばい。ゴリラカウンター来る。いや、ゴリラカウンター来る。ちょっとエリジェ欲しい。エリジェ使った俺。やべえ、待って。マジやばい。いや、でも、おった。耐えればいい、耐えればいい、耐えればいいんで。耐えるだけなら、エリジェを生贄に。うわ、エリジェ召喚。さあ耐えるだけ。はい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 。これでね倒れちゃうわけですから、これでいいんですよ。はい、でもびっくり。よしよし。いやこれ勝てるのマジで熱いぞ。ちなみにエリジェだとジャイプリってすごい相性悪いです。でラバだとエリジェ、あのジャイプリってめっちゃ相性悪いです。なんで相性悪いと相性悪いをかけたら超相性悪いはずなのに勝ってしまいます。はい。謎に勝てます。さあ今のジャイプリさんちょっと良かったですね。このラバディガーのディガーの位置をねエレジャイにするだけ、持ってくるだけ。そうするとねエレジャイ巻いたら守んないといけないし、パピーは残ってるしね、ラバエレジャイが理想ですね。さあ夜しか眠れない、ぐっすり寝てるやんっていうやつか。さあドリル来る。ドルナイ、うん混ざったな。ドリルゴルナイね、強いっすよね。さあちょっとマジでこれチンパンすぎるけど、うんチンパンすぎたな。さあで今回のこの相手のこれがねこういうデッキやつだね。その施設でエレジャイにも戦える、かつさあこのファルチですね。ファルチがめっちゃラバに強いんで、
俺からしたらね、どっちも刺さらんやんって話なんでさ、頑張りたい。引っ張ってもらいの。あんた強えな、それが。ゴルナイ。まあまあまあ。まあ、ラバ展開して頑張るしかないですね。ファルチェ？ファルチェ？ボムか。これ、エリジャイサイトのミスったかな？バレちゃってるじゃないですか、もうすでに。こいつは、なんか変なカードが2枚、なんかいっぱいあんな、みたいな。バレちゃってるとね、難しくなってくるけど。マイキー攻めちゃう。なんか意外と苦しそうで、これはアーチャーめっちゃ強いんでね。もうファイボまであるんだ。まあ一旦ね。いや、ファルチェ使ってくるのめっちゃありがてえ。これすげえチャンスっすね。いや、このディーガーの位置微妙かもしんない。そんな気がした、そんな気がしたけど、意外となんとかなりそう。裏に飛ばしてくればよかったですね、ファルチェの背中に。背中こすってあげればよかった。さあ、この絶妙な位置のね、アーチャーが相手からしたら苦しいぞ。さあ、これは別にタワー折れないんで、ゴブリンまで大掃除したかったけど。いやー、熱い。それこれもういけいけ、どすこい侍。端回りじゃ行きたい。でも相手回転早いんでね、回っちゃうのかな。いや、でもディガーだけで、おい、いやーさ、殴ってちょっと行く。エルジェンマジでいらなかったな。みたいなことがよくあります。はい。さあ、ちょっと今のはいいっすね。ファルチェにも勝てちゃうよと。さあ、まあ、どこかが刺さればいい。ラバが刺さんのか。やば、取れないガンムシーチやん、これ。エルジェンが刺さるのか。で、両方刺さんなかったら、もうディガーマイティ。はい、もうその辺でね、あがく。あがいてあがいて、何か気合で通して勝つ。さあ、ディガー5、フェニックス、なんだろこれ。だいぶヤンキーなのはわかる。さあ、ラバルっぽいっすね、なんか。これはね、陸2枚咲いたんで、マイキー、レッツゴー、レッツゴー。アーチャーだけやめてほしい。めっちゃ警戒してる。まあまあまあ、これぐらいはいいでしょう。ただ問題はインドラが、インドラだけやめて、インドラマジで、インドラだけやめて。いや、フェニックスオーバーだけか。これは、これはよ。まあ、柳雨が嫌っすけどね。いやー、それは素晴らしい。まあでも、いや、いい穴埋めなんじゃない。
いやこれリガーもっと秒でやっとけばよかった。いやでもいいや。さあ結構入る結構入る、うん、ラバエリジア意外といいね、通るね。さあ問題はこっからマジでこっからなんだよ。これ天才ホームランディガーバーバリアンが、さあマイティが潜ってるぞ、おい潜って潜ってブスタチからのキングにディガーで、パピーも延命していくよ。いやめっちゃいい、これ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 、さあ1本取ったそのままの流れでね。マイティなマジ壊れてんだよな。さあ刺さるとねマジで気持ちいい。ドラゴンバスター、漫画でありそうな名前だな。さあ今たるばば自陣タイプ珍しいっすね。ゴールない、まあ三死とか、てか三死とかだったらもう終わんな。三死ドリルエレジャイマルっすね。まあエレジャイの方が濃いかもっすね、これは。まあ潜って、トルネード、まあエレジャイいいっすね、どう見ても。さあエレジャイ、んー、なんだこれ、エリポン三子にトルネードも入ってこないし、マジでわかんないんですけど、エレジャイかな。え、エリポンゴレ、エリポンゴレっすね。だいぶ珍しい、だいぶ珍しいエリポンゴレ。え、最悪やん最悪やん、俺守れるんかって気合で。えぐい、相手の準備が整っちゃってるこれいやライドラやばすぎ、ライドラフィン。いやまあこれは一時交換するしかない、てか守れない。ん、何これ、やばい、見しちゃい、見たらダメな、あれ。相手が甘えてる、マジ勝てそうギリ勝てそう。めちゃくちゃ逃げ切らしてくれそう。いやーこれは泣いてるいやーこれ絶対負けるだけだったぞ俺、何もかも失う立ち回りしてたけど、さあ謎に耐えました
い、よろしく。さあ、ちょっとラバデッキになりたい。しょっぱな、なんかエレジャーあんま咲きたくないんですよね、本当に。つけ、アイスピー。おー、ここ言ってんだ。クロスが来たらね、もうエレジャーで。やめてーっつって耐えます。マジで。あ、出た。最近話題のね、もうディガっぽいラッシュデッキです。はい、まあこれ回っちゃうんですけど、いや、ラバからの方がよかったかもね。これボムがね、回るっすね。これめっちゃ買いたいんですよね。スキアイスピー取るね。なんで、ラバ2でよかった気がした。まあまあ、キング起動されそう。まあそうっすね。まあラバーで頑張りたいな。ラバフニックス積極的に組んでいきたいかな。あとはちゃんと相手の攻めを抑えることが重要だな俺は。まあ、ヒママイティしとく。まあラバフェにマジこれっすね。さあ、一体いつ俺のダメージが通るんでしょうって感じだよなガチ。まあでもこれはね、少しずつアド取っていくしかないんですよ。いやー、これ決まったな。さあ、マジで分かんねえなこれに関しては。こういうデッキです。
はい、というわけで皆さんもぜひこちらラバエリジェやってみてください。お疲れ様でした。またね。